ゼッケン1番飯塚奈々。鉄拳1番飯塚奈々、1本目10番。ゼッケン2番真島桃。さっきと引っかかったらやばいですよね。ゼッケン2番マジマモモ。ゼッケン3番安藤麻。鉄拳3番安藤麻、1本目1番。ゼッケン4番小野桃香。はい、スタートスタートします。4番滑走中、5番ホールド。はい、青ホール約10分後に青ホール3分後にホール折れました。ホールドリル青ホール1本押してください。ゼッケン4番小野桃香、1本目5番。
鉄拳5番佐渡木初歩。鉄拳5番佐渡木初歩一本目8番。ゼッケン6番森山優香。ゼッケン6番森山優香1本目3番。ゼッケン7番山北あゆか。ゼッケン7番山北あゆか1本目6番。ゼッケン8番須永さやの。ゼッケン8番須永さやの1本目7番。ゼッケン9番矢部里奈。
ゼッケン9番、矢部里奈。鉄拳10番、片桐なるみ。ゼッケン10番、片桐なるみ、1本目2番。ゼッケン11番、松本菜乃葉。バス締めは常に入った方がいいです。もしかしたら、再びいるかもしれないバスなんかとかありました。ゼッケン11番、松本菜乃葉。はい、もう出しました。ビルナンバー17番、駒選手、タイム53秒61、合計タイム45秒46。ゼッケン12番、阿部真奈美。ゼッケン12番、阿部真奈美、1本目4番。ゼッケン13番、ファンマドカ。ゼッケン13番、ファンマドカ。ゼッケン14番、港屋ゆきな。
ゼッケン14番、港屋ゆきな。たぶんそっちで見たらバッテリーの持ちは全然いいと思うんですよね。ええ。金曜日の夜明けたら日曜日の朝これ。ゼッケン15番、奈良キラリ。ゼッケン15番、奈良キラリ、一本目9番。右ナンバー1番、西田選手、タイム5分3秒54、ゼッケン16番、時田真澄。あ、スローモードになっちゃった。ゼッケン16番、時田真澄。あれ、これで止まるんじゃないですか。違うよ、千丸だって9番スタート。24番、千丸選手、タイム56秒17、合計タイム1分51秒15、1分51秒15。はい、確認します。ありがとうございます。ゼッケン17番、小葉美里。ゼッケン17番、小葉美里。小吉田好み。ゼッケン18番、吉田好み。
ゼッケン19番、ユミの顔。ゼッケン20番、森アリス。ゼッケン20番森アリス。千丸誰の次？後藤。ゼッケン21番中尾里穂。北北海道の方がそこら辺からが結構脂っこいので入ったらさっきの30度ぐらいが好きだったそうですね、うん、1番台の10番マリテイクタウンで56号ゼッケン21番中尾亮あれ10番で構成で入らなかったの、16番、徳田選手、タイム55秒7、ゼッケン22番、吉田由紀奈。ゼッケン22番、吉田由紀だ。ゼッケン23番、後藤紗理奈。はい、全道高校、1月16日、今日の。ゼッケン23番後藤紗理奈。24番、千丸海里。ゼッケン24番、千丸海里。後藤選手。
ゼッケン25番小沢アンナ。ゼッケン25番小沢アンナ。明日練習ないんだけど。多分俺と同じ心境なんじゃない。明日練習ないのに何言ってんの。明日練習あるんです。あるんです。どこでやるの。ちょっとどっかその辺のスキー場行って。エンジョイスキーで。あれ毎年大晦日にやってるんです。練習にやってるんです。カムイだったらいいよね。ゼッケン26、佐藤俊美。ゼッケン26番、佐藤俊美。見たいな。ケンタの時にお願いしたらどうですか。ケンタの時に。国体用に最後にやっとこうみたいな。急に復活した。音だけ入れてみました。27番阿部愛香。ゼッケン27番阿部アリサ。はい、帰りか。なんか見違えるほどよく滑ってきたように見えたけど、タイムはイマイチだったな。どうした。ゼッケン28番橋口玲。リバースで1番スタート。女子 SL2 本目ゼッケン28番橋口玲。お疲れ様です。準備できました。お願いします。はい、ちょっとそこに立ってろ。今レース出てる。終わったら。わかりました。あれ、帰り何番スタートだっけ。いや、入れてって。大丈夫。はい、了解。よし、キュッ。また行きよさ。ゼッケン29番、川野塩根。ゼッケン29番川野塩根。あのタイム差ついちゃってるけどね、まだ分かんないからな。とにかくいい滑りしてまずは終えることが大事なんで、その分気持ち入れてくれ。
で、とにかくストック縦に使って、落として落としてっていうイメージで、セット的にはインターバル、リズムと問題ないから、エアプレストリートの動きの速さ、そこだけしっかり、サイドハンドでね、頑張って。これが攻めてくぞ、頑張ってください。ゼッケン30番、早坂瑞希。県30番、早坂瑞希。どういうことなんで明日試合あんの、はい、明日からのまたこう人生の第一歩につながるこういいレースです。あなた結婚式で聞かれたらかなりモルでな。モルで、いやモルっていうか、はい、ドラマツッテッケン31番マルコ。はい、最終32番スタートしました。ゼッケン32番、菅野。31、DNF。ゴール見ないでよ。ゼッケン32番、菅野日和。ちょっと前の南だけでもそれ以上いったでしょ。36枠も結構フルで使ってるぐらい。はい、中学校からどうやって投げる。そうだよね。ダメだ。